この前鬼族の軍を返り討ちにした翼の団だよ。ああ、そんなこと知ってるよ。百戦百勝の翼の団と天人の黒い闘士、真ん中にいるのが帝釈天とアシュラだろ。彼らが正規軍と手を組めば我々の故郷を取り戻すのも時間の問題だろうな。彼らこそが天人の英雄だ。そうよ、そうよ、我々の英雄よ。下等な民兵どもめが世の英雄だと謳われるとはな。民兵には民兵の使い道がある。英雄になりたければそうさせておけ。住む世界が違う者が同じ道を歩めるはずがなかろう。楽しみだな。こやつらが刀人の真の姿を知った時の顔が。出天州の奴らが俺たちに会いたいだと。恥知らずな貴族ども、俺たちを支配下に置き奴らの悪事に加担させる気だな。いや、アシュラ、いつまで経っても保守派の十天衆が一族の上に君臨する。世を変えたいならまずは十天衆から改める必要がある。殺戮だけでは全ては解決できない。利用できるものは全て利用すべきだ。お前の考えすぎだ。天人を殺める鬼族と同族を犠牲にする十天衆は足手まといにすぎない。進む道の先にいる敵は殺せばいいだけの話だ。アシュラは戦いに専念すればいい。他のことは私が引き受けよう。鬼族との戦を解決するにはまず天人を団結させる必要がある。そこで貴族ども、平民に物資を分けろと要求する。我々の権力を奪おうとする愚か者ども、貴様らに貴族の身分を与えようと言っているのだ。最大の瑕疵だと心得よ。服従か死か、それ以外の選択肢はない。こんなこと、アシュラ、待て。最初からこういうつもりだったんだな。これがお前らの言う対話か、服従か死かか。それはこっちのセリフだ。大変です、十天衆様。前線の偵察部隊から情報が入りました。鬼族が襲撃を仕掛け、今城下まで迫ってきているそうです。聞こえぬのか。早く話せ。お前の敵は我々ではなく攻めてきた鬼族どもだ。こんな時に民を差し置いて内輪もめするなど英雄と謳われる者の行いなのか。鬼族はこの俺が必ず滅ぼしてやる。だがその前にお前らを殺す。手を離すのだ、アシュラ。帝釈天、手を離せと言っている。召喚が留守して防衛が弱体化した今を狙い、鬼族が途上まで攻め入ったのです。我々の存亡をかけた戦いになるでしょう。どうか武器を下ろし、我々と手を携えて
敵に立ち向かっていただきたい。大釈天、なぜこいつらと手を組んだ。高顔無知な貴族どものせいで一族が鬼の領域に落ちたんだぞ。十天衆を根絶やしにしなければ、鬼族を滅ぼしてもまた他の種族が攻めてくるだけだ。状況を見ろ、アジア。今十天衆を消し去ればこの地は混乱の一途にたどるのみだ。そのせいで途上が陥落して一族の滅亡を招いてしまったら、私たちは天人の罪人になってしまう。天人の罪人は古来より尊大に振る舞う貴族どもだ。大釈天、お前も貴族だ。お前にはわからないだろう。謀反のことは水に流すとし、そなたたちが我らに帰従して鬼族から途上を守ることができれば。そうしてほしいなら俺の条件を飲め。物資を民に分け、兵権をよこすことだ。天人の統治者は我々だ。翼の団が我々に降伏し、命令に従うべきなのだ。我ら十天衆は太釈天を連合軍の最高指揮官に命じる。お前らのような恥知らずに翼の団が従うわけがない。この太釈天、謹んで拝命いたします。軍を率いて鬼族を迎え撃ってまいります。大釈天、やつらに騙されるな。俺たちを仲違いさせようとしてるんだぞ。自分の意思で決めたこと、私は正しいと思う道を選んだだけ。それが本心なら、お前は俺が知っている大釈天じゃない。これが私の本心だ。見損なったぞ、大釈天。ここで別れよう、大釈天。